テクノボーイ。いいじゃん、マーベラス。この時間がもっと続けばいい。島松。さあ、今回もやっていきたいと思います。今回は6日目なんですけど、まだ受け取った後なので、またこちらから受け取って、これでトッティがもらえると。面白いよ。これ14話だね。トドマツのラインだね。トトコだよ。少し裏で進めて、チャレンジ報酬をいろいろもらったんで、ここまでかな。でも足らないで、新しく建てたこれがね、お、なんだ、新しいかき氷屋ができたって聞いた。あ、なるほど、トッティだ。もう何？はあ？いいじゃん別に。どういうこと？いや、痛いよね。ったくよ。はあ。なんだと？もう帰れば？なんかずっとなんかトッティをいじってた感じ。なんでもない感じの。確か2だったかな、暇つぶしみたいな感じ。次で新しいのできるけど、とりあえずこれが何が必要なの。牛乳とメープルシロップか。かかるな、かかるな。かき氷に1時間もかかんの。1時間20分かかるな。ちょっと待って、これはちょっと微妙。とりあえずメープルいっぱい作ろう。だからまた なんでそこに出る、増えてるし、みんな集まってる。トウキビか。狩ればあるか。あ、待って、入る。あー、やっぱりか。あー、これで、ね、おそば先生にあげればいいのか。あげて、で、トウキビをもう一回植え直して、で、これ買って、これんだな。人参が減ってるから人参だな。下方に触れないようにしつつ、ここはいいや。どうも、割に合わないんだよな、メープル。トトコだよ。どうしたじゃん。僕たちをどうしたの。どうも、チョロマツです。まさかの組み合わせね。これも結構減ってるから。逆にマジかよ。これと。そうか、こんな格好してるから。ああ、結構減ってるな。パン生地が減ってるな、結構。よし、この辺。じゃあ、これ増やすか。
で、今回ちょっと無理無理無理、人に注目されたくないんだ。ある程度取ったかな、ね、聞いてよ。ある程度取ったかな。牛乳が、牛乳減ったから牛乳、大きい、足りるね。そうか、こんな格好してた。で、卵と、よし。じゃあ今回ちょっとメイク、この島をちょっとメイクしようかなと。あ、何、どうした。そろそろメイクした方がいいよね。本気を出すか。どうしようかな。まず配置をどうしよう。あったまる。これは動かせないでしょ。これはどこまで動かせる。この中しか動かせないのね。はあはあはあ、どう並べようかな。例えばこういうキャラクターを乗せるとこっち向きになるから、こうの方がいいのかな。ちょ、動かしたいんだけど、後藤動かしたいんだけど、こうだよね、こっち向きなんだよな。どう配置すればいいのかが、そういう配置の仕方がよくわからない、ね、聞いてよ。お電話、こっちかこっち。俺の出番かな。この通りには 何かしらつけたいけど、ちょっと1マス2さん、ちょっといい。よし、やってみるか。この縁に何かつけたいね。じゃあこの縁に何か置こう。柵かな。柵ってどうなんだろう。これ例えば赤の柵を作るとき、これは何を消費するの。一体何を消費するんだろう。ちょ、例えばこう置くしょ、置いたらこのマークは何？こう置くと横になって、はあ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 。あ、一個目はタダなのね。二個目からお金かかるのか。はあ、はあ、はあ。なるほど。あったまる。4面だもんな、4面。いや、マス的には何マス使うんだ。5マス使うのか。ここは赤でいいか。ああ、ちょっとつけすぎたか。大丈夫か。こんな感じで。ね、後ろが。あ、何、どうした？こう。ここに置けないから。こんなところか。ああ、ちょっと様になってきたね。囲い的な様になった。すんげえ可愛くね。ね、聞いてよ。こんな感じか。こんな感じでいいのかな。
なんか柵以外にもいろいろあるんだよな。はあ、はあ、はあ、お布団もある。シジサーベンチ。ベンチがベンチはどこに置こうかな。向きはこっちかこっちか、二方向か。かき氷の隣に置いてみようかな。次からダイヤを使うと。ちょっと試運転。よっしゃー、ね、聞いてよ全然服装が合ってないはあ、ははあ、こんな感じ。ってことは1個目はタダで置けんのか、ものによっては。シンプルな黄色の街灯、街灯だって言うんだったら、街灯ってどこに置けばいいんだなんか参考にしたいな、誰かの。どうも、チョロ松です。どうしようかな。例えばこういう風に置いて、これ向き変えれんの？どこだよ。向きこういう2箇所ね。あ、やっぱり2個ね。ん？あ、干してんのか。無理無理無理。じゃあ手に入れただけか。よし、出た。ああ、足らんな。ちょっとこれ、これ移動するの大変。大変だな、これ。2か設置した後だったら。適当にとこに置いて、これを移動すればいいのか。これを1マスずらしたいのか。ふん、俺の出番かな。ずらすと、置ける置ける置ける。じゃあこれも、よし、これを1マスずらして、おおおお、あ、そういう感じもできるのね。なるほど。はあ、こういうこともできると。これと後ろがちょっとなんか問題ないな。あのいい。なるほど、こういう感じもできるのね。違う違う違う。これを
ここに持ってくると。で、例えばもう一個でもさっき面白い形だったんだよな。ぼちぼち、これがこう、こんな感じ。これでもいいか。で、ここにこれを置いて、できそうな気がする。押しやすくなっちゃう、押しちゃうか、これどうしても。無理無理無理、ちっちゃい方がいいかな。例えばこうやってしょ。大丈夫か、大丈夫か。うん、大丈夫大丈夫。解放してるのはあと1マス2さんだから、これを置くと。よいしょ。あー全然だ少し解放できたけど全然だな。そうか、こんな格好してるから。トトコだよ。あとはこれを、向きをこうして消しに、あの、いい、僕たちをどうしたいの。場所はどうしようかな。よし、やってみるか。これからちょっとずらして、ちょっと入れ替えよう。これをこっち。どうも、チョロマスです。聞いてよ。あ、ちょっと奪って。奪ってないけど。これでしょ？僕たちをどうしたいの？トトコだよ。あ、こんな感じいいね。こんな感じいいね。聞いてよ。また儲かったじゃん。で、このとこに何置こう。お布団置いてみるか。一人用、一人用か一人用か。僕たちをどうしたいの。ちょっと審議だなこれは一人用はちょっとな。他なんか置けるやつないか。タイルを置いてみようか。シンプルな石畳。タイルをどういうふうに置いていくかだな。こういう感じで、あ、かかるな、体力にもかかるんだな。で、色ちょっと考えよう。また儲かったじゃん。すんげえ可愛くね。でもマス目的に考えたらどうだ。1,2,3,4,5、ここに置いていくか。
500コイン分購入する。ははは。何どうした？この石畳の上には物は置けないと。置けないと。なるほど。難しいな。建物メイク難しいな。どどこだよ。難航するからちょっと裏でやろう。ね、聞いてよ。本気を出すか。難しすぎて完成したら見せます。あったまる。結局投げやりっていうね。無理無理無理。もうちょっとは良くなったから。どうも、チョロマツです。少しだけね。ああ、俺はこのまま死ぬのか。やっと来たかい、カラマツ。ふわあつね。あ。僕たちをチャレンジ報酬ゲット。微妙かな。そうか、でもこんな格好してるから多分そろそろできてるし、いろいろかき氷はまだだし、卵はできてるな。これができてる。あ、ちょっと、どうもチョロマスです。これができたから、ね、聞いてよ。たまる。そろそろ。そうか、こんな格好してる。卵はいいや。すげー、パーフェクト。お肉3個も使うの。さすがにそれは。僕たちをどうしたいの？どうも、リンゴちょっと割に合うか。まあ、いっか。ちょっとリンゴの木増やそう。無理無理。もうちょっとリンゴの木を増やそう。そうか、こんな格好してるから。こんなもんでいいや。でもまだかかるんだよな。あったまる。あー、これお肉はな。どうもチョロマツです。お肉は買えるか。これはダメ。満杯になるかな。まだ大丈夫か。よし。あ、ギリギリ。トーキビ。あとここでしょ。シュガーも今後使うから。どうもチョロマツです。あとはどうしようかな。あとどうしようか。人参もいとか。輸入できた。これができるの早いんだよな。よし。あったまる。どうしたじゃ。まだ寝てるし。
どうした？さあ、こんにちは、出てた。ありがとうございます。何を増やそう。よし、そばだ。そば30。醤油できたばっかなんだよな。醤油置いてもいいんだけど、これにしてみようか。10。安っ。あ、ちょっとなんだけどな、たまるの。お願いかな、ちょっと微妙なんだよな。無理だったらいいか。よし、おお、お肉できた。どうも、本気を出すか。よし、あ、いいのあったね。これはいいね。これはすぐに上がる。これは厳しいな。メイプルは。あったまる。あ、中止ます、来た。あー、豆腐。豆腐。豆腐まだなんだよ。豆腐作れるまでまだなんだよ。欲しいところだけど。ああ。もったいないもんな。この辺行くか。どこだよ。できてる、できてる。またまたカラマツ兄さんが中入ってる。遊んでる、遊んでるよ、カラマツ兄さん。お、解放かな、これは。違った。まだだった。借りたいけど、もう枠ないよね。あ、大丈夫か。2468と2468と2468と。微妙。どうも、チョロマツです。中身次第だ。あ、一個ならいいな。よし。どんどんレベル上げていかないといけないからね。早かった。上がるか。どうも、チョロマツです。上がらん。どこだよ。かき氷。かき氷もらったんですよね。ハタボーから。まあ一個ぐらいならいいか。これまた一松兄さんがどんどん上がっていくっていうね。これで上がるかな。まだか。どうも、チョロマツです。ミニユルク。ミルクあと5分。まだお願いが私のなんだよな。やっちゃうか。どうも、チョロマツです。あ、できてる、できてる。すんげえ可愛くね。メイプル、メイプル。よし、あー、牛乳。微妙。あー、枯渇してきた。どんどん枯渇してきた。もしかして動かしちゃった。大丈夫か。カロー、じゃあ少しでもためよう。麦減ったから麦にしよう。メープル増えたか。
でもこうなんだよな。本気を出すか。卵。すんげえ可愛くね。ああしまった。麦がない。枯渇した。この状況で枯渇するんだね。もうちょっとなんかしたいな。何できる？ここもまだできないし。私があと3分。さ、あ、まあここ変わるしかないか一回。よし、買って、で与えた後に。もう一回見直そう。出てきた。ね、聞いてよ。どうも、チョロマツです。何が足りない？これか。牛乳がまだ。上がる方ないかな。あ、チャレンジ報酬だった。これ使えばよかった。あ、ちょっと、あとほんのわずか。何かしら回収すれば出るかな。僕たちをどうしたいの？これできるか。どうだ。足りない足りない。あと何かしらだ。何かしら。あ、何どうした？ん？あ、ちょっと待って。なんか食べてるね。よし、やってみるか。こっそり食べてるね。なんだろ、盗み食いかなこれ。らしいってらしいけど。いや、割に合わんだよな。そろそろ。陶器と同じぐらいにできるか。僕たちをどうしたいの？牛乳さえできれば。牛乳さえできれば。どうも、チョロマツです。こっち買っちゃうか。29あれば十分かな。自分かな。もうちょっと入れとくか。ね、聞いてよ。見えない。あ、本読んでる。これって何の本なんだろうね。他のところでも読んでたけど。まあ食べてるね。そこに集中します。置いてみよう。何してる？集中します。あ、回してる。回してるやつに乗ってる。乗ってるが正解か。ちょっと、おお、うまくアップはできない。ってことはそろそろです。おしも出来上がるかな。来た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 。ってことはそろそろいけるね。これ全部買っても、買ったら足りない。買ったら足りない。あ、来た。新しいの。うわー、枯渇してる。どうしたいの？いや、明るんであれば
これで多分レベル上がるよね。1レベルは上げたい。ね、聞いてよ。よし。した。お好み焼き屋が鉄板焼き屋、お好み焼き屋焼き場などを作っている。と、噴水第4。噴水と、お好み、にゃんにゃんお好み焼き。おう、にゃんにゃん。そして、シャリシャリリンゴアイス。リンゴ。リンゴ。使うのリンゴ。ストーリーの会話なしと。なるほど。ちょっとお好み焼き屋置いとこうかな、どっかに。多分、組み立てるのにかかるよ。3100か。まあ、いずれ使うとは思うから、どっかに置いときたいけど、とりあえず、建てるものだけは置いとくか。一気に減るな、これ。わぁ。すごいとこ置いちゃったな。いや。できるまでは22時間。ほぼ1時間じゃん。あ、じゃあ1日じゃん。どーりゃー。よし。あ、ちょっとまだ叫んでる叫んでる。よし。これでよしと。じゃあ、とりあえずなんとかレベルは上がったんで、じゃあガチャだけしようかな。またフレンドガチャ引いてから、まずはここでどんなもんかっていうところ見てからね。俺はちゃんとした非扶養動機があります。非扶養動機、何それ。4話だね。これ今日のアジェンダです。これは2話。帰ろう。せっかく来たのに。あ、新規だったね。つなぎ。誰かといないと何するかわからないっていうか、もう上がんないんじゃないかな、これ。強化されないよね、もう。食えてるからいいじゃん。あ、もう上がんないのかな、これ。被った。俺はちゃんとした非扶養動機があります。レベルか、レベルアップしてるか。回数が必要なのか。大きなしのぎの匂いがする。ほうほう。これは？見て寝台入荷。うん？もういい大人なはずなんだけどな。うん？もういい大人なはずなんだけどな。つなぎだよね。あれあれあれ、ほとんどお粗末にしか出てないけど、兄松ばっかりだけど、弟松じゃないな、末松いないんだけど、新品すら来ない。じゃあこっちの方行きたいと思います。何かしら出ればいいな程度で。どうしよう。はぁ。新規出たけど、新規出たから止めとこう。なるほど。今のは行ってみよう。今のは就職しようのブラック工場だね。新規はこれと新規を戻すけど。やばいよ。はあ、僕たちのどこがダメなのか。これに戻しとこう。スキルスキルスキル。僕たちをどうしたいの。スキル、スキルは、あ、でも持ってるもんな、片割れは。だから一緒か。
スキル6だもんな。6パーアップ。はあ、ははあ、あ、でも、そうか、ないのか。はあ。あ、でもいるよな。いた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 。6.5 以上上げるのはいないよな。ないな。ないな、ないな、ないな。うん、いない。残念。本気を出すか。よし。というわけで、今回はここまで。